私の話の次のポイントは、えー、古今和歌集になります、えー、心の未来研究センターに来て8年本当にあのセンターにはお世話になりました吉川先生ありがとうございました、えー、スタッフの同僚の先生方も本当にありがとうございました。その私が えー、京都に住まなければかからなっったことがいっぱいぱ本当にあります先祖帰りじゃないですけど京都の凄みっていうものは本当に私は毎日毎日身に染みて感じます。で毎朝比叡山に向かってほらがいを吹いたり岩笛を吹いたりしますので、まあ、そこから、えー、その思いはですね、えー、こう発してくるんですけれど。 その京都に住んで初めて分かったことのいくつかありましたねこれはあの常識的なことだなとあんま当たり前じゃないかと言われればその前なんですが「古今和歌集は日本文化の神髄だ」と私は京都に住んで実感しました。木の辛い雪す,ごすぎるいや本当なんですよ。木の辛い雪すすすぎででよススーパースターパタね 男もすらある日記になるものを女もしてみんとて試みんなりなんてね女になって金,金分の土三日記なんか書くんですからすっごいトリックサーですよね。佐現あの古今の時代の現代の佐納みたいな。ね、だって佐納だってトリックサーであの女装して久慈稲田姫に変装してそして、えー、山田の王子を退治してんですからで歌を歌ってるんですから。 そしてですね女に変装して何をしたかというと木のい貫きさんが「土産日記」を書いたんですよね。で土産日記を読んでみますと、うん、私に今まで本当に節穴で我が人生は節穴人生なんですが、えー、読んだらですね一番肝心なところは歌なんですよね字の文よりも歌が本当に重要だという。ですからあれは「歌日記」歌。 歌が一番の確信ですねそうすると、えー、この日記と言っているけれども実は歌を歌っている木のつらいきさんはそして「古今和歌集」の中で100集一番ですね歌をおあのが入手している掲載されているのは木のつらいきさんなんですね。すごいですよ。1000余りあるこう歌の中で100集余りですね。 えー、その木のつらゆきの歌になっているんですからその木のつらゆきさんがこれ今「古今和歌集」の文庫本を持ってきているので皆様にですね、えー、彼が書いた彼女の冒頭部分そして「須佐能事にまつわる部分」を今からちょっと読み上げていきたいと思います。 大和歌は人の心を種としてよろずのことのはとぞなれりける世の中にある人ことわざしえきものなれば心に思うことを見るものを聞くものにつけていいい出せるなり花になくうぐいす川になく川水にすむ川津の声を聞けば生きとし生けるものをいずれか歌を読まざりける 力をも入れずして雨土を動かし目に見えぬ気神をも哀れと思わせ男を皆の中をも和らげたけきもののの心をも慰めるは歌なりこれはもう歌の哲学で最高の言葉で、えー、この彼女にバーンとですね出して万葉集にはこのような情がありません つまり万葉集は歌をたくさん集めて4,000余りのですね4,000以上の歌が集めていますがまたブダテもなされていますけれどもこのような歌の哲学をバシッとこう大のは「古今和歌集」を持って講師としますそして優れているのはですね「人の心を種としてさまざまな人の心が種になって事の葉になっていく世阿弥もですね えー、その風刺家電の中で心の問題を取り上げていますがその世阿弥の風刺家電のこの言葉の中にもですねこの「古今和歌集」の言葉がつながるわけですね。例えば風刺家電の、えー、第三問答の一番最後の方にですね 花を、まあ、風刺かですが世阿弥の美学は花ですね花こそが大事で花とか妙とか幽玄とかこれが世阿弥の美学ですが花を知らんと思わばまず種を知るべし花は心種は技なるべし、まあ、今日のテーマである心身変容の「技」ですね種は技花は心 心のの花と技というものがなければつまり歌も歌いもですね舞も技ですよねその歌,い歌と舞がなければ花の心の花はですね咲かせられないわけですねここにもその紀のい雪のこの彼女がつながっていくと思うんですね人の心を種としてさまざまな言葉になっていくで世の中に でえー、忙しく忙しく立ち働いている人々はいろんなイベント出来事があるので心に思っていることや見るもの聞くものさまざまなことをおことをですね、えー、出来事があるとそれを言葉に発していくしかししかしですねそれは単なる一言だけではないんですよ。鼻に鳴くウイス水にく水む そのの水に吸うの声は聞けばです、ね、人間のみならず生きとし生ける者をいずれか歌を読まざりいける、まあ、ここに歌の哲学がある生きとし生ける者が歌を読むここに私は日本の哲学詩の哲学があると思いますそしたら力をも入れずして雨土を動かすことができますよ目に見えない神々 礼を哀れと感動させることができます。男女の中を結びつけて豊かにすること、柔ららくすることができます。荒々しい武士の心をソフトにソフトに柔らかくすることができます。それが歌なんですよ。そしてですね。 その歌は荒金、ね、の土にしてはスサノオノミコトよりぞ怒りける千早ぶる神よには歌の文字も定まらず素直にして言,の言,葉のです、ね、言葉の心脇型かりケらし人の世となりてスサノオノミコトよりぞみそ文字あまり一文字は読みけるつまりスサノオノミコトから始まりましたよということがその冒頭の歌の哲学の後に出てくるんですね そして、八雲達之の八木妻みに八木作る、その八木焼の歌が。割り中で引用されていくというのが彼女なんですね。私はこの時に、スサノーリバイバル、スサノールネッサンスが起こってきて。まあ、八坂神社の神様が、ご御膳のからスサノオになるには。まあ、いろんなこう出来事、いき、いきさつがあったと思うんですが。平安時代の初期、この小宮山歌集が、縁起五年、九百五年に。 演算され始めて912年ぐらいにはまとまっていると言われていますがこの10世紀初頭にです、ね、佐野の事がそれまで漢詩漢文漢詩がですね男性の地域人の教養の中,心を中軸を成していたところにもう一回歌心を蘇らせるっていうこの縁起年間の歌の小木和歌集の編纂がどれほど重要であったか。